新入生の皆さん、こんにちは。またご両親、ご家族の皆さん、こんにちは。はじめまして、校長の江崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は約30年間、日本の大学で中国や東南アジアをはじめ、世界各国からの留学生を受け入れ、共に勉強し生活をしてまいりました。でその中には立派に成長し、最近まで中国大使をしておりました、現在は中日友好協会の副会長をしている鄭英華さんや現ロシア大使のガルージンさん等と国際外交の舞台で活躍している人、また一流商社あるいはメーカー、あるいは証券会社、あるいはアニメの制作会社等々で活躍している人、中には詩人、画家、通訳、翻訳家として自分の才能を遺憾なく発揮して活躍している人等々、また中には3人のお嬢さんを全員日本に留学をさせたというバリバリのキャリアウーマンの人もおります。このようにかつての留学生が自分の夢を叶え社会の第一線で活躍をしている姿を見ることが私たち教育者にとって何よりの楽しみでありますし喜びですありますし、また誇りであります。本校はこのような若い皆さんがご自分の夢を実現し、幸福を実現し、そして人生を勝利するために作られた学校でございます。そのために本校には3つの特色があります。一つは人格、教育力ともに優れた最高のスタッフを揃えております。二つ目は学生数が少なく、一人一人に光を当てたきめ細かな教育を行っております。三点目には私たち全員のスタッフはの心は24時間常に学生と共にをモットーに、皆さんが困った時、相談したい時はいつでも対応できるようになっております。この3つの特色は他の日本語学校に比べても優れている特色だと自負をいたしております。学校は、東京の繁華街池袋の隣にありまして、桜やバラが美しい閑静な住宅地の中にあり、最適な勉強の環境となっております。これが私たち東京国際交流学院池袋校でございます。コロナは必ず終わります。新入生の皆さん、どうか夢と希望を持って日本に来てください。私たちスタッフ一同皆さんとお会いできる日を心から楽しみにし、お待ち申し上げております。今日は本当にありがとうございました。